おわ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 でも、こんな、本当に、私ね、あおちゃばっかりがとう、YJちゃん。私ね、さっきね、あ、待って、ルバオちゃんありがとう、さっきね、今配信つけたじゃん。うてんちゃんありがとう。夕方の4時ぐらいかと思ったの、感覚的に。時計見たら、3時近くで、死んだ。あ、メガネちゃんありがとう、ありがとうございます。ハドラさんも、こんなにありがとう、メガネちゃん。猫バックだ。ハドラちゃんありがとう、そう。こんなに、2時半、いや、3時びっくりしちゃって、こんな時間と思ってね。そう、今、海外にいるんですよ、私。そう。ちょっと待ってね。ありがとう。お茶ばかりです。私、実は今、海外にいて、時差が、そうね、今、夕方なんよね。うん。夕方で、だから、みんなが何時だろうな。2時41分ぐらいかな、みんなは、きっと。え、なんで？聞きたい？なんで海外にいるのか。私が、1ヶ月前に、ちょっと引っ越ししなきゃいけなくて、あ、引っ越しをしたんだけど、なんか、もろもろの事情で、そうね、なんか、時間感覚がちょっとわかんなくなっちゃって、そう、それで、気づいたら、海外にいた。はい、サメちゃんありがとう、ありがとう、ジャバありがとう。いや、すごいよ。あ、めっちゃ暑い。湿気がすごいね、なんか。湿気がすごい。あ、ジャバありがとう。アミヤちゃんありがとう。湿気すごいし、なんかもう、誰とも会話しないし、お茶箱ありがとう。ありがとうね。500もありがとう、ケロちゃん。これ、じゃあ、お仕事行ってらっしゃい。お仕事ね。そう。雨降ってるし、なんかね、今日グラタン食べたし、海外、治安悪いね。なんか、うるさい。すごいうるさい。治安悪くて困ってる。金出せ、あ、お肉ばっかりやだし。ランカー、天気、ランカー、天気。何聞きたい？海外の、良さ。まあ、海外は全部いいんだけど。あ、話すよ。海外に引っ越したってこと？アロハちゃん、ありがとう。ありがちゃん、ありがてんくちゃん、ありがとう。いや、その話はどうしよう。海外に、ジャンプ、嫌です。ご飯出ちゃう。さっき食べたご飯。食生活変わった？あ、食生活ね。変わってない。グラタン食べたし、さっき。全然変わってないんだよね。お猫ばかりやと。Good evening, Mickey Nico. Are you feeling okay? Feeling now. 今、君と私、フィーリングバッチリ。英語そうで人と話してない。英語話してないから。猫バック、あ、お邪魔かありがとう、ありがとう。京都は日本だね。誰か知り合いはいる。あ、誰もいないね。一人で海外にいる。そう。ウーバーイーツ届くよ。頼めろ、ば。
みまちゃんありがとう、ジョバク。頼めば来る。うん。ん？なになに？一人心、全然配信できるからね。みんな、この配信プチッと押せばみんなと喋れるから全然怖くないよ。寂しくないし。なんで怖いって出てきた？一人が怖いみたいな、まるで。まあ、私の時差、生きてる時差が海外なだけでいるのは日本なんですけどね。はい。です、あ、バイ、ゼブラ、ゼブラ、天気、ハロー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 。ん？そうだね、心だけ海外に行ってしまっている感じだね。うん。心だけ。喋り方キモいね。相変わらず私って。そうだね、今、生きてる感じが海外に行ってるだけですね。え？コミケ行ってないよ。うん。生活が海外。そう、生活が海外な感じです。何？そうですね。マジ何言ってるんだろう。うん。八王子ありがとう。日本は世界の中のほんの一部だよ。全部繋がってて全部違う。あ、なんか、奥深い。We are here for you. I'm めっちゃチューした。うん。愛情表現のチューを今、すごい、高速チュッチュした。サバツキ新作、ありがとうございます。なんか書いてるんですか？お茶箱、あ、あらしあらし。え、なんか、何か本、お本を書いてる、いるんですか？冬込みで三毛猫本出しても、え、めっちゃ怒るよ。ちぎりに行ってよ。何書いてんだ、おらーっつって。目の前にビリビリビリとか言って。うん。やばいよ。鬼が来るよ、鬼が。私のどんな話書いてんじゃ、こらーっつって。うん。うん、じきじきに来るよ。ヤバボちゃんありがとう、ありがとう。で、警察に捕まってってね、両手押さえられて、いやー、ふざけんなーとかでジタバタしながら、いなくなるよ。あ、ヤツバさんありがとう、邪魔くん。おやすみなさい。怖いよね。私も喋ってて怖いなって思った。うん。そう。You English has been improved.I'm, みけ猫。I'm みけ猫。グローバルラブ。I'm crazy. インプロベル。うまく、え、ほんとうまくな、嬉しい。ねみんな聞いた？英語うまくなってるだって。うわぁ、ハッピーハッピー、マイハッピー、Thank you very much, thank you, グーチョップグーチョ。Thank you, グー。やった、嬉しい。ほんと？ I'm happy, very, 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 so, so, so happy. え、何がうまい？発音？ワード？発音 and ワードどっち？ Crazy, I am not crazy, I'm 天才。IQ2000。パッション。ワード？発音いいって。単語力すごい。ほんと？ワード。わぁ、You're being so cute, my lovely 先輩。先輩よ？どうしたの？まったく、今日もこんなところにご飯粒ついて。やべ、カメラ切れそうになった。危ね。危なかった、今。うん。まあ、ちょっと古い。え、最近って何じゃ、最近って。もう、バカー。え、こんな？惜しい。たくー。ほんとに今日も寝ぼすけなんだから。な。あれ、これ先輩じゃないの？これ妹キャラじゃない？先輩か。よっす！よっすよっす！と、ぽくない？芋けんぴついてるぞ。え、そう、男がやるやつじゃない？芋けんぴ。一回言われてみたいんだけど、私も、スタスタスタってやりたら。おい。おい。え、誰ですか？お前、芋けんぴついてるぞ。あ、ドキー！
でもそのドキーって冷や汗の方だからね、うっそ芋ぶきーって頭についてるみたい、頭につけてきちゃった芋けんぴよよ、うん、恥ずかしすぎるよね、もう生きていけないよ。草めっちゃ真顔で草って言った。初見です、声可愛いです、自己紹介お願いできますか？こんにちは、10年前から配信してるえみけねこって言います。よろしくお願いします。あ、お茶を変えたじゃん。今から自己紹介します。私はですね、いつも片手で配信してます。はい、片手でスマホを持って床に座ってコメントを見て、コメントと対話してます。よろしくお願いします。自己紹介難しい。自己紹介って何するんだ？誰か教えて。お邪魔かありがとう。優勝、あ、やった、優勝だ、やったやった。得意なこと、自分を、ああ、そっか、自分を売るってなんかあるよね、なんか声優のオーディションとか。自分を売る、声がうるさいです。いや、普段はうるさくないよ。待って、うん、カステラが好きです。今も食べてました。ここに蜂蜜レモンのカステラがあります。誰も興味ないか。あ、お茶ぼくありがとう。テンフルちゃん、テンフルちゃんありがとう。Love you, me too. ありがとう。え、もう自分を、なんだろう、自分売るってなったら。え、な、ちょっと待ってね。主権さんも本当にいるかもしれない。うーんとね。あ、しらちゃん、高すぎる、そのカステラ。ありがとう。ごちそうさまです。あ、感情を読み取られない。あ、北月ちゃんありがとうございます。心臓に悪い、かわいい。感情、本当に怒ってるのか、本当に嬉しがってるのか、わからない。あ、嘘です。素直すぎてめちゃくちゃわかりやすい。待って、自分を売るってなんだ？なんだろう。え？あ、エリソンちゃんありがとう。キスです。うん。私は可愛いとか？私は可愛い。キモくない？いや、言わないよ、そんなこと。めっちゃ慣れた、今、自分で言って。死にそうだよ。助けて。あ、貞子だ、可愛い。なんだろう。難しいね、自分。どうやって配信してきたかな、今まで。ニコ生で、こんにちはとか言って、久しぶりとか言って、配信して、何してたんだろう。あ、とちまちとかしてた。あ、こんにちはとか言って。あ、よくな、お悩みそうだ、お悩みそう、そう、ブスとか言ってそう、無駄劣化したなとか言って。で、よく喧嘩してた。うるせえとか言って。うるさい、ひどい。もうやめるとか言って。もう顔出ししないとか。喧嘩凸してない。喧嘩凸なら来た。で、スイスイとかやつに泣かされた。うん、まだ忘れられない、あのスイスイとかやつ。マジ今来たらごめんなさい、嘘です、許してください。あいつ本当に辛かった。本当悲しかった。いや、辛かった、マジで怖すぎた。あの人なんかのんきにさ、突末してたんだよ。で、突に来る人たちってみんな優しいの。あ、三毛猫さんみたいな、三毛猫ちゃんなんかこんなことがあってねみたいな、はいはいはいって。あ、三毛猫相談室やろっかな、はいはいはいって聞いてて、そうなんだ。あと嬉しい報告とかね、そういう配信してたんだよ。なんかこう、最近彼女ができましたみたいな、よかったですねみたいな話をしてたんですけど、
ある日、うらーとか言って、あまりちゃんありがとう、相手さんまじ、うらー道に行こうとか言って、はいって言って、切ったのも怖くて、はいって。でもう一回かかってきて、てめえ切んじゃねえよとか言って、あ、わーって言って、何ですかって言って、なんだその顔はとか、向こうはほら私の顔見えてんだよ。私顔出ししてるから。見えてて、で向こうは出してないからこっちはわかんなくて、なんだその面、なんだその顔はとか言って。感じ悪いなみたいな感じで、いやいやいや、もう切れますよとか、逃げてんじゃねえ、ぶちつきって。で、またブルーってかかってきて、お、逃げんなよとか言って、はぁ、やめてくださいみたいな。やめてください、やめてくださいって泣いちゃって、ちょっと、なんか、すごい傷ついてて。なんか、そう、普段ね、なんかこんななんですけど、なんだろう、こう、適当に配信してるんだけど、なんか割とこう、対面式がなくて驚いちゃってね、はい、泣いてんじゃねえとか言って、もう一回切って、でそれを繰り返してたらリスナーさんがバンしてくれてリスナーさんたちがバンしてくれてですね、相手のスカイプを、助かりましたね。懐かしいですね。はい、困った時はリスナーさんがバンしてくれます。それかもう配信を切るか、スカイプを落とすかのどちらか。あ、猫まんが嫌だ、あ、嫌だ、下には怖かったっす。ネットヤンキーが転げ回ってる時代でしたね。うん、怖いんご、思い出したら震えてきたんご、震えてきてエアコン切ったんご怖いんご。ネットヤンキーになろう、我々も。そうしよう。うん、やっぱネットヤンキーにはネットヤンキーで立ち向かうしかない。そう、いいんだよネットヤンキーで。うん、ネットヤンはダサいぞ。え、ネットヤンキーって どんな感じ、みんなやってみて、やってやって、今コメントでネットヤンキーして、今やんのか、こうやんのか、うんご、おらー方言バリバリで威嚇しろ。生きてなんぼ。あ、猫ばっかりありがとね。ヤンキーだぞ。メガネちゃんありがとう。ネットヤンキーになります。オラ、ミケネコだし。すっごい可愛い子なんだけど。やるんご、ゴラ。やばい、みんなオタクが外れてる。オタク心が。私が映ってる。うん。ゴラ、ミケネコ。おい、プレペイドカード、ちょっと古い。ちょっと古い。ダメだ、これは。これはダメそうですね、このコメント欄では。実によろしくない。なのちゃん、ありがとう。お茶飲むんご。もう多分お茶飲んでる人だけじゃん、それ。完全にお茶飲んでる人だよ。さかにあいたちゃん、ありがとう。おい、貴様、かわいすぎる、どうにかしろ。褒められてるな。この婚姻届にサイン知らせです。プロポーズなんだけど。プロポーズなだけなんやけど、これ。グーゴーゴー。大丈夫ですか？結婚詐欺師じゃないですか、これ。これ、結婚詐欺、これサインしたらさ、なんか数ヶ月後にさ、離婚だとか言ってきてさ、なんかいくらか払えとか言ってくんじゃないの、これ。変ななんか、ケチつけてきて怖いんだが。ここのあちゃんありがとう。ほら、ヤンキーだぞ。お茶飲みは生きてて偉い。なんか不器用な人で、ただの。切れちまったよ。教会行こうぜ。普通ちょっと怖いかも。ちょっと怖いな、これ。切れちまったか。どうしたら許してくれますかね。どうしたら人をなだめられる。あ、川北さんありがとう。おい、これ毎日おはようから狭い隣に。なんか、モラハラ見するな。うん、ヤンキーっていうか、ありが、うん、わかった、じゃあ。でも、挨拶は大事だからね。
え、それが、でも本当挨拶って大事だから、それはもちろんもちろん。おはようとかおやすみとか言って、ちゃんとそれもちろんしますよ。ポチャマだ、ありがとう。お茶を投げるぞ。こら、こんな感じ。ポチャマ、無理しなくていいんだよ。いや、なでなで、いいんよ。ポチャマ。グッドナイト。グッドナイト。グヒヒ、しっぽ触り。やめてください。ちょっとやめてください。セクハラですよ。ちょっと、みんなが見てる中やめてください。おうおう、うちの島にあんのよ。だ、用がないならうせな。あ、ぽい。え、ぽい。この白米さん、買える、ネットヤンキーだ。うわー、ぽい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 。うちの枠から帰れ、みたいな。うちの枠見に行くんじゃ、な、ぽいね。サバツキちゃん、ありがとう。わあ、わあ、とか、わあ、すげえ。ネットなんか、うん。やめてもらって、いや、なんか、ネットヤンキーっぽかった、今。最強に。みんなが見てないなら大丈夫。違う、タイチどうした、タイチ。何言ってんだ、タイチは。朝から、あ、おやすみ、ぷいぷいちゃん。おやすみ。うん、かわいい、太一。太一は何も知らないでほしい。そのままで。見てにゃん、どうしたの？癒しみ、見た。大好き。あ、意外と。なんでなんで。あいやい。よち。あ、おるかちゃんじゃないこれ。ああ、そう、あ、夜勤頑張ってね。ありがとう。と、サムネで判断した私。おやすみ寝る方。ヤギクチョ疲れた。いいんだよ、無理しなくて。疲れちゃうね。ヤギじゃないもんね、みんなね。お茶と婚姻届買ってきま、婚姻届って買えるんか。いけねこの兄貴。お茶と婚姻届か。なになに、君くん誘ってるの？もしかしてこれ。3時来ちゃったさ。おい、女を泣かしたやつはどこだ？ドキドキドキ。いや、三時好きだから、ちょっとドキドキしちゃうよね。夢女子だ。夢女子ここにいるから。ま、しろいちゃんおはよう。仲間かな？うん、生きてる世界線、海外勢の仲間かな？エリソンちゃんおはよう。デレデレしたいもん。かわいいね。いいね、平和だね。先、あ、ピンミンちゃんパドロン行ってらっしゃい。気をつけて行ってらっしゃい。Don't understand what you say about hope. You're fine. Yeah, I'm fine. Good job? How are you? バーバーは why me? ほんたちゃんありがとう。why me? 3時かね。ちょっとお昼、なんか、おやつの時間だよね、今ね。I'm good, okay, yeah, I'm very, very great. Wow, your English is really good now. え、嬉しい !Happy, happy! Really? Wow, good, good. ちょっとパイ飲み食うわ。パサつくよね、あれね。僕も今日疲れたから先に。うん、そうだね。おやすみ、ワンダちゃん。ゆっくり休んでください。Cute English! Cute English!うん、いや、プロイングリッシュ。プロイングリッシュ。Good English. I love you, me too. Me too, me too. もうちょちょ。もうちょ、もうちょ、脳死なんだよね、今。うん。もう、脳性喋っちゃってるから、か、もーっとしてるよ。猫、グリッシュ、うま。おやすみちゃんありがとう。おやつとお茶、ありがとう。おやつとお茶代だ。やったぜ。はは、英語が上手な姿、想像がつかないよ。ぎこちない英語の術。なんだと。なんだと、
あ、あ、じゃあ僕ありがとう。なっちゃん。なあ、まぶたが重たいですね。まぶたが重たいね。おや、あ、お茶僕ありがとう。たつきちゃん。英語喋れるようになりたいな。なりたいね、英語ね。Practice speaking English so over later you can understand 海外日記スピーク、ミケリア。海外日記って言うんだ、海外日記って。オーバースイピーボーって言ってんのに、私。海外日記で通用するの素晴らしすぎない？だったら私も海外日記って言うよ。海外日記キュート。いや、ほんとキュート、海外日記。おもろい。おもろい、おもろい。ロール、so cute, you English is so cute. 海外に聞きやと。very, very cute. Thanks. We call is 海外に聞き。Thank you. あ、みんな潜っててくれてるんだ、海外。みけねこ is cute. 英語上手。Thank you very much. Love you.オーバーシーピーポー、あ、そうです、ピクチャー、オーバーシーピーポー、あ、ツイッター、アイムツイート、ピクチャー、Thank you, beautiful, beautiful ピクチャー、いっぱい。いっぱいいっぱい、Thank you. うん。I love you, me too. 三毛猫 is really cute. わー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 。Thank you for take a look of it. Take, 見て、ありがとう見て、いやいや、とんでもない。なんだっけ ?You welcome!Love, よい、フォーエバー、Love, よい、よい、よいがわからん。Me too. そう、いろんなね、写真を、いろんな写真を、なんかこう、みんな本当にくれて、元気がない時に見ようと思ってる。本当に綺麗、美しくて、ビューティフォー、ベリベリビューティフォーピクチャーオーバーシーワールドがルッキングできます。ポちゃんもありがとう。一番がありが、ポちゃんもありがとう。嬉しい。そう、本当に綺麗だね。日本も結構場所によってはすごく綺麗だけど、なんかこう海外とやっぱ雰囲気が違うよね。なんだろう、あの違う感じ。うん、とっても綺麗、美しい。 I wish I can give you hug. あー、ハグを望んでるのね。あい、あい、あれな、こいちゃった。ボクシール、ギュー。ボクシール、ギュー。ハグ、ハグ。カモン、ギュー。カモン、カモン、ギュー。見慣れたかな？結構、いや、なんだろうな、なんか雰囲気が違う感じがするかな？ハグハグ。韓国人だけど日本の方が東洋のつ、え、ほんと？韓国も見たことあるけど、あの、景色、街並み？すごくなんかこう、キラキラしてるよね。うん。あとあれが好き、アメリカとかヨーロッ、なんてヨーロッパ系と、どこだろう、あそこ、あのさ、父にゲーム機壊された人知ってる？ Give me hug, hug please. めっちゃわかる、めっちゃメガネちゃんハグ求めてる。メガネワカメちゃん、カモンカモンギュー、カモンカモンギュー、おいで。そう、あの人たちが住んでる村が好き、すごい好き。そう、芝刈り機の人、海外日記知ってるかな。海外日記
の、の、言うの、待ってね。父にゲーム機壊され、あれ、すごい好きすぎてさ、翻訳シリーズずっと見てたんだよね。あ、ありがとう。ポーちゃんもありがとう。今は4時間の場所で、アメリカに住む場所。うわー、アメリカいいな、ポーちゃんも一緒に連れてってくれ。ポーちゃんも一緒に連れてってくれ。アメリカまで。アメリカにどんな感じ？ちょっと待ってね。お、Take me with you to America ってなって。Take me with you to America。本場のマクドナルド食べたい。これどこの人だろう？ホップユちゃん、ビシッポーランド、ポーランド、ポーランド、ビューティフォー、ポーランドワールド、ビューティフォー、ワールド世界。もっとマクティラ、あー、確かに気になりそうだね。今のマクド、アメ、そう、高級やん。めちゃくちゃ高級。カムとアメリカは、今のね、めっちゃ行きたい、アメリカ。ゲーム中毒の、子供のゲーム機を親父が破壊っていう。これどこの話だっけ？この人すごい好きなんだよね。今でも YouTube 続けてるんだよこの人。いやすごいよね。兄貴と親しげに更新してたよ。うん、なんかねこの人マジで頑張り屋さんなの。本当に頑張り屋さんで、なんかね、おお、見つけた見つけた、ほらそれ。これ同時視聴したい。ツイキャス映してもいいからさ、ちょっと見た、これ、うわ、パソコンからやればよかった。就職して自分の力を。大人系、あのね、翻訳動画、ゲーム中毒の子供のゲーム機を父親が破壊で調べてみてください。続編があるの。続編があるからマジでみんなに見てほしい。ほんと面白いから。うん。めっちゃ大人になってるからね、この兄貴と弟、ブラザー。うん。You love makes me so happy. Love you, 猫ちゃん。Me too. うん。そう、もうね、大好き、リアクションも。面白いよね。え、海外の包丁の通販動画、何それ。うわー、パソコンからやればよかった。Too much catnip today, 母。そう。何つって、包丁、包丁通販。あ、お茶ばっかありがとう、ザネちゃん。そうそう、そくそう面白いの。海外。え、72本の刃ってやつもしかして。何これ、なんか日本語喋ってんだけど。違う、これ日本語なんだよ。あ、テレビショッピングってやつ、これもしかして。ショータイム、キニュベス、シークスター。キュート、ミケニャ。て、I love ミケネコさん。Love too much. Love too. Love you. Love me, ん? Love you me too. I love you.
3300円。でも、英語喋ってたら、なんか、なまっちゃったんだけど、3300円だって。はぁ、やばい。3300円 ?100 円の包丁3万円の、これじゃないな。3300円で調べてみるか。3300円。あ、お茶箱ありがとうね。こうちゃん、ありがとう。こうちゃん。あ、これだ、米、やればさっきのや。なにこれ。けど、そんなに払わなくていい。このナイフ2本でお値段据え置き。たった3300円の3回払い。お得でしょ。どう、この値段。アーノルドさん、これは何だい？父が見なさい。ねえ、英語の持って、英語のが見たい。英語のがダメ、ダメ日本語のさ、ダメ日本語の吹き替えしたら私うるさいよ。ダメダメダメ、ノーノーの吹き替えじゃなくて、あれを聞きたいの聞いて、字幕で見たいのよ。字幕で見たいの。え？でも面白そうだから見よう。この、まあ、声優さん面白いよね。日本のさ、吹き替え声優さん。あんなにもおすすめしたいって。ねえ、マジコメントふざけんなよ、こいつら。見えねえんだけど、おじさんの顔が。パンナイフって何？感動したよ、このなんか宣伝欲しくなっちゃう。サンデさんそのまんまやないかい。うん、え、これ普通にすごい欲しい欲しい欲しい。もうちょっと見て、オーケーオーケーオーケー。え、面白い、なんか欲しいな。今度玉ねぎをみじん切りするときにはこの、あ、この人料理上手だね。みじん切りができるから。え、騙されやすい。嘘嘘だ。だってすごいよ、ほんと。あ、上手。わー、なんかプロってほんと、手つきが、あ、危ない危ない危ない。手つきがもう違うよね。どこら辺から面白くなるのこれ。教えてたのか。ローンはセットにするって言ってる。とこ。まだあるなんて言わないよ。ローン？父が簡易種ナイフを見ながら。また包丁持ってきたんだけど、この人たち。なんかたくさん。最後まで見る。マジか。オーマイガー。おい、冗談だろ。これもどうぞ。僕の好きなことはね、七面鳥をきれいに薄く切ることなんだ。ほら、ちょっと見て、簡単でしょ。お、すごい。1,2,3,4,5,6,7 本のカタロリーセットが。カタロリー。しかも全部ひっくるめた値段は一体いくらでしょう。3,300円。たった3,300円の三回払い。皆さん、どうですか。すごい、欲しい。あ、お茶箱ありがとう、ありがとう、クッション。全部バーガー、ええー、ほんと？確かに。待って、こんなナイフあったらさ、ちょっとなんか、危なくね？うん。その通り。よし、この4本のステーキナイフ。武器確かにバイオハザード出てきそう。You are bad! つって。うん。ガバーつって。まだ終わ
他にもあるんだ。こっちだ、アーノルド。冗談だろうろ。おお、このさ、海外のやりとりが好き。このトークのさ、リズム感がすごい好き。ふざけんなよ、何が面白いんだよこれ。感動しちゃうじゃん。めっちゃナイフ出てきた。めちゃくちゃナイフだらけだった。うん、騙された。うん、なんか後で見、うん、普通にいいなって、もう欲しくなっちゃったよ。これ日本で放送されるのがフリーダイ、確かに。明日電話してみようかな。あ、ナイフ欲しいんですけど、つって。いろんな種類のナイフがありますね。人の頭って5キロあるんだって。みんな。うん、人の頭って5キロあるんだって。私思ったんだよね。バラバラ殺人。バラバラ殺人犯とかってさ、ねえ、ワンチャン、ゴミ捨てで捨てられるの、あ、いやいや、いや、昨日ゴミ捨てしながら思ったんやね、なんか。昨日のゴミがめっちゃ重かったの、私。重っと思って、もう引きずってたの、重い重いっつって。やばい、重すぎると思って。あ、メガネちゃん、この猫マックもさ、確かに。マカメちゃん、それぐらい払ってる。ありがとう。そう。そう。重いなぁと思って。え、待って、でも人の頭って5キロでしょと思って。で、血抜きするでしょと思って。え、血抜きってどうやってやるんだろうと思ったの。血抜きするとさ、人ってどうなの？真っ青になるの？一旦殺してバラバラにするのがセオリー。え、でもさ、やっぱ骨とかって砕けないじゃん。どうするの？ノコギリみたいなのでグググググってやるの。ネットヤンキーよりよっぽど怖い。血抜きってどうするの？いや、違う、誰か殺すとかじゃなくて、なんか気になっただけ。そう。あ、お風呂、やっぱお風呂よね。なたまにお風呂でなんか肉片が、まあ、残ってたとか言うもんね。でもさ、お風呂でさ、肉片切るよりさ、お風呂だったら残っちゃうからさ、トイレでやった方が良くないって思ったのよ。うん。私、怖い。いや、違う、怖い。誰か殺すとかじゃないよ。なんかこう、思っただけ。そう。まあ、夢女子だから。トイレじゃ詰まる。あの、ミンツみたいにしてさ、ミンツみたいにして。山？私、ね、山か。なんかあの、道路にさ、カメラだらけなの知ってる？みんな。ありとあらゆるところにカメラってついてるんだよ、世界には。そうそう。めっちゃ頭やばい人みたいなこと話してるけど、そう、警察官がね、結構いろんなところに置いてるんですよ。うちの父が警察官なんですけど。あ、そう、父警察官なんで大丈夫ですよ。はい。ミンチにするしだ。だからさ、ミンチにするのって、あの、ミキサーじゃ入らないじゃん。でも、そうするには小分け、やめようか、この話夜だし。うん。家の中で、まあ、家の中で処理したいね。したいとなると、やっぱお風呂の中で切り刻んで、部位を、こう、もう一つの袋に入れて捨てるしかないよね。こう、いろんなさ、ゴミと混ぜて。ね。って思ってた昨日、ゴミ捨てながら、ぽいって。うん。この中に、事件が潜んでいるかもしれないって思った理由が、みんな聞いてよ。って聞いてみんな。なんかさ、フール見てたらね、初恋の悪魔って知ってる？聞いて聞いて、初恋の悪魔っていうドラマがやってて、めっちゃ面白いの。あの、ミステリーの刑事の話なんですけど、知ってる？面白いから、暇あったら見た方がいいよ。わからん。すごい面白いのよ。見て見て。なんかね、なんか、
変な役してる人が面白くて、Hulu で見れる、そう、初恋の悪魔、そう、初恋の悪魔っていう、こう、犯罪とかの、そういう、なんだっけ、あれ。あれを解いていくの。うん。で、解決していくの。事件を。それがめちゃくちゃ面白くて見てる。なんか視聴率がやばいみたいなこと書いてあったけど、なんでこんな面白いのが視聴率低いんだろうって思いながら見てた。普通に警察の話なんだけど、多分。そう、なんかそれ見てたら、なんか思っちゃった。なんか私の周りにも実は、なんか事件あるのかなみたいな。影響されちゃった。うん。影響。喉鳴った。別になんか誰かをこう、ぶっ殺してやるって、みたいな。ナイフペロペロみたいな感じじゃないよ。いや、あるかもしれないけど。うん。誰か殺してやるぜ、ペローとかじゃないからね。北月ちゃんありがとう。ミケちゃん怖い。いやいや、ドラマの話やね。うん。ドラマ、ドラマ。うん。ナイフペロリーンつって。でもほんと、隣歩いてる人が殺人犯とかあるからね。怖いね。怖いよ。怖すぎるよ。東京とか多そう。確かに。すれ違った人が、実は。川北ちゃんありがとう。そんなに、もしかしてナイフペロペロ私のこと想像して可愛いって言った？ナイフペロってやって。ははつって。やめて。そんなことしないから。うん、怖いすぎる。キモいな、私。ねえ、下切っちゃいそうだよね。いやー、すごいよね。血が無理すぎて、やばい。なんか自分から血がさ、少しでも出るとさ、死ぬって思って、動機止まらなくならない。なんか、こう。さ、包丁洗ってるだけで指切っちゃったりすんじゃん。それじゃありがとう。あ、お茶枠ありがとう。四回さんだね。そうなんだよ。鼻血？あ、もう死んだって思うよ。だって自分のさ、鼻から血出てきてくるんだもん。あんなのもう、終わりでしょ。採血なんてもう、後ろ向いてるからね。後ろの人見てるから、こうやって次並んでる。うん。やばいよ。ねえ、めっちゃ、いや、ほんと、無理無理無理。しゅなちゃん、おちょぼかい、おやすみ、おやすみ、おやすみ。目つぶってか、目つぶってるの、かわいい。後ろ向くでしょ、こうやって。痛いです、痛いですって、あれ言わないでほしい。辛い。でも、ありがたい。今来るんだって思うから。ああ、今、いいです。痛い。しゅっちゃんありがとう。邪魔くん。献血も怖いけど何回か行ってよ。偉い、献血か。献血とかなかったら行きたかったな。健康診断も怖い。健康診断やばそう。ケルちゃん、おつまくありがとう。ありがとうね。人に針刺すってどんな気分なんだろう。気持ちええんちゃう。いや、なんかこうさ、どんななんだろうね。え？あ。え？あ、ん？怖いんじゃない？でもさ、なんかさ、こう、プチプチあるじゃん。プチプチをプチプチプチってやるような感覚なんじゃないの？こう。妹看護師だったけど何も考えてなさそう。多分辛いんよ。辛くても口数減ってるんよ、それ。稲井ちゃん、きっと。なんかこの間さ、ツイートでさ、流れてきたんだよね。ポチャマに自分はよくナイフ、いや、遊ばないで、ポチャマ。ポチャマ、
な、ナイフで、ん？大丈夫かな？気をつけるんだよ。怪我しないようにね。うん。うん。なんかこう、看護師だけど、なんかこう、看護師も人権あることを忘れないでくださいみたいな。ツイート流れてきて、めっちゃかわいそうって思っちゃって、それ見て。なんか、はじめは辛いのかなって思ったんだけど、リプライとか見てたら、なんか、クレーマーさんとかで悩んでたのかわからん、まあ、実際わからないけど、もともとさ、やっぱ尊敬しちゃうじゃん、すごい看護師さんとかって。入院とかすごいしてたから、なんかわかるんよね。そう。なんか足の動脈からぶっ刺されたこととかあるから、そう。で、その度にさ、ナースコールを押すんだよ。動いちゃいけないから、痛くて。でも、いつも飛んできてくれるの。美人な看護師さんが、なんかこう、大丈夫？みたいな。よしよしとか言って。なんか背中サスサスしてくれたりして。うん。で、高校生とかだったから、なんか、単行本とか貸してくれるの。なんか、少女漫画とか読むみたいな。アニさんありがとう。茶漠とありがとう。で、わー、貸してくれたりさ。めっちゃ優しくて。で、不整脈が起こった時に、マジ苦しくて、もう死ぬかと思ったんだよ。気概収縮っていう、あんまり、なんかこう、ストレスになるやつだったんだけど、ドッドドみたいな。それで、わかんなくて足ぬーって思ってた時に泣いてたの、もう、もう泣いてたの。ええー。つられちゃんありがとう。こんにちは。うわー、へーんって大人なのに泣いたんですよ。そしたら、遠くから看護師のお姉さんが走ってきてたたたたたって。辛いね、大丈夫みたいな。でも、これ大丈夫だからとか言ってくれて。脈測ってくれて。そう。で、目見たら目真っ赤っかなの。寝てないの、きっと。全く寝てないの。そう、でもなんか大丈夫だよ、とか言って。なんかもうすごい。多分自分が泣きたいくらいだったのに、なんかもうヨスヨスしてくれてすごい。うん、走ってきてくれて。泣いちゃった、また。うん。もうあのお姉さんのことが忘れられない。今でも。恋かな？M やさ、いや、でもほんとお団子したね。目がちょっとこう、キリッとなってて、美人なお姉さん。いや、本当に優しい。なんかもう、看護師さんで、厳しい人見たことない。仕事しすぎて栄養失調でぶったれた時に、おばあちゃん看護師さんも、どこから来たの？とか言ってくれて、あ、田舎です、みたいな。あ、そんなところから来たの？とか。頑張ってるわねとか言ってくれて泣いちゃった。うん。ぶっ倒れた。栄養失調でちょっと仕事のしすぎて何回も倒れて点滴したりしてて、その都度、うん。そうなんですよ。おばあちゃん看護師さんもね、いい人だし、ほんと天使なんだけど大変なんだろうね。でも笑顔なんだよ。すごい、なんかそんな人に悪態つかないでほしい。ね。と思いました。いやー、感謝してます、看護師さんには。本当に。うん。ニコボコありがとう、お母さん。感謝感激よ。やばい。もう1時間も喋ってる。お風呂入って来なきゃ。うん。みんなもね、体には気をつけるよ。体調とかね。もうね、私眠い。うん。うん、なんか疲れて眠いんだ。うん。みんなもね、体休めてください。今日なんか普通に突発雑談をしに行きました。深夜に。こんな時間なのにありがとうございました。楽しかったです。あしらちゃんもありがとう。まげんさんもありがとう。
春雨ちゃん、猫バカありがとう。生ハムメロンちゃんもありがとう。あちゃばかありがとうございます。いやー。あれ、ちょっと待って、君の名前は出てこないぞ。あ、エルちゃんとまだいたんだよ。ありがとう。薄緑ちゃんかな。うてんちゃん、猫バカありがとう。ありがとう。今日ありがとう、麦ちゃん。ありがとうね。嬉しいな。佐々木ちゃんもありがとう。ねえ、みんなも、ゆっくり休んでください、今日は。こんな時間にすいませんでした。はい。お、ちょっと待って。ロングアキハ !Thank you very much! Love you! Please! Stop me! チュありがとう、Thank you! おやすみなさい。猫バカありがとう。うん。こうちゃんありがとう。私は今日この後ね、なんか泣ける映画を見たくてですね。キラちゃんありがとう。ゆっくり休んで、ありがとう。キラちゃん猫、キラちゃんもなんか休みかな。ゆっくり休んでね。お盆だし。ダートちゃんもありがとう。うん、ちょっと今映画を旅してます。映画探しの旅してます。かきたちゃんもありがとう。かちゃんありがとう。でこばく。君の水槽食べたいわね。小説で読んだよね。エリションちゃんありがとう。じゃあみんなおやすみなさい。